宣伝をさせてください。僕ら、竹内大輔ですが、サックス、58ゲートスのブリッジなんですけども、ちょっと前に CD を作りまして、フライビヨンドというタイトルの、CD で、先ほどのモーニングイントラストビレですとか、走る風の道ですとか、あと、ワールド流れ、綺麗な音で撮ってくださってですね、まあ、こういった場で聞くのとはまたちょっと違った印象を受けるんじゃないかと思います。まあ、ちょっとこの辺ちょっとだけうろうろしてますので、終わった後声かけていただければ幸いと思います。はい、ということで、最後の曲です。最後の曲は竹内大輔の、最近の曲でですね、シャッシュルローム駅、まあ、フランスの駅かな。まあ、彼はすごく鉄道が好きで、いろんなところを乗り回すのが趣味ということなんですけども、その中で印象に残った駅ということで、ガール・ドゥ・シャッシュル・ローヌ。